続きからでございます。あっという間に夕方になってしまいましたが、続きからやっていきましょう。忍者がどこかにまだあと2体潜んでいるっていうことなのかな、この辺にね。あ、マネネ、なんか見たな、どっかで見たぞ。マネをするポケモン、マネネ、おそらくマネネ、マネをするポケモンでしょう。捕まえちゃおう。かわいい顔してるな。進化しなさそう。あ、なんだい。あ、来たー。マネネを捕まえたぞ。はいはい、マネネが登録されます。ヤジロベみたいなね。マネネマイムポケモン。あ、パントマイムをしてるんだ。バリアードと似たような感じなのかな。相手の動きをモノマネする習性。真似された相手は目が離せなくなるという。めっちゃ同じことしてんな。エスパーフェアリー。へえ。結構珍しそうだけどね。マネネじゃあ名前つけてあげましょう。なんか、頭の上に何かが乗ってるようにしか見えないけど。名前つけましょう。はい。マネネの名前は、著作に。したいと思います。まあ、とにかく多分真似るのが上手なんでしょうね。で、何でも真似ていろいろやってるんですけども、なんか問題になるかもしんないから気をつけようねっていう戒めも込めて、著作という。真似するのはいいことですからね。女の子だけどね、男の子っぽい名前であれだけど、著作にしましょう。決定です。続いて見ましょう。著作。エスパーフェアリー。おっちょこちょい。臆病。ああ、臆病ならまあいいかもね。大丈夫かも。ただ、おっちょこちょいだからな。特性フィルター。効果抜群になってしまう攻撃の威力を弱めること。へえ、いいじゃん。攻撃が低くて素早さが高い。なるほどね。アルコール、念力。あ、違う、アルコールじゃねえ。アンコール、念力、なりきり守る。なんか良さそうだね。著作。ちょっと育てていきたいな。さあ、続きまして。あ、いた。いや、見えたな、ちょっと。髪の毛が。忍者三人衆の一人、見つかったからには勝負。見つかったからには勝負はいいが、負けたからには忍者がどうするか分かってるだろうな。ズバッ。ズバッと、また進化前のポケモンを使ってくるんだね。毒、飛行か。毒効かないから、口の尻の噛みつくで毒もカットできるし、噛みつくでも良さそうだな。嫌な音で防御力ガクッと下げてから噛みついていくか。いえーえ、尻から嫌な音出たな。全員気になっちゃうよね。尻から、口の尻から嫌な音が出たら。嫌なはみたいな。嫌なは大丈夫なのかな。心配になったところを噛みつく。おーい、強い。いざ。続きまして、スコルピ。スコルピは、多分、サソリみたいなやつだな。あれは何だったかな？虫入ってたかな？虫毒とかじゃないかな？虫毒だとすると、なんだこれにしとくか。なんだこれと。アクアジェット、水鉄砲、噛みつく。アクアジェットかな。ほら、うわー、半分いかないか。爪研ぎ。攻撃力上がってんのか。ああ、攻撃力上げてくてる。上げてくてる。命中も上がる。へえ、命中も上がるんだ。なるほどね。水鉄砲。あ、それ。お、こいつ。余裕があるね。それ、どうかな。それどうかなって思ってるよ、俺。その作戦。スピードスターってさ、先制？あ、先制技じゃないんだ。まあでもスピードスターでいけるね。はい。オッケー。千載一遇のチャンスを逃しちゃったな。
参ったでござる。解釈してやろうか。ござる。草むらに隠れてる間、ポケモンの気配を感じたよ。ごそごそ言う音とか鳴き声が聞こえてきたよ。草むらに隠れる方法ってのがあんのか。あ、ここだ。はい。忍者三人衆の一人見つかったからには勝負。なぜバレたんだろう。さてはお前も忍者。バレてしまっては仕方がないな。お前生きては返さんぞ。ユイチスカンプ。ほう、なかなかいいポケモンをお持ちですね。スカンプの殴りっこはちょっとさすがにな。嫌な音出しといて。はい、尻から嫌な音。ぐん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 。下げといてと。噛みつく。尻が尻に噛みついてきた。そうな、どうしようかな。フェアリーってさ、どうなん？毒が効いちゃうか。じゃあ、これ、なんだこれにしといた方がいいな。行け！なんだこれ。噛みつく。いてて。水鉄砲。ほら！いいダメージ。あ、急所か。てか、防御下げたんだったら、防御が下がった方ので攻撃しないとひょっとして意味ないっていう話じゃない？急所当たったからいいけど。そうだよね。だから、この場合は、私は水鉄砲ではなく、アクアジェットで攻撃するべきだったんだな。学びました。オッケー。ナイスー。なんだこれ、29。お、ダブルアタック？それは一体？尻尾などを使い相手を叩いて攻撃2回連続。35だから、まあ、70か。フローゼルは、特攻の方が、いや、攻撃量が高いんだ。へぇ。必ず命中もまあいいけどね。そしたらさ、水鉄砲がいらない説あるよな。攻撃量が高いなら。フィードスターがいらないかな。パカーン。パカパパーン。口の尻29。いいぞ。参ったでござるー。ござったな。ポケモントレーナーって何でも探し出しちゃうんだな。そうだぞ。まあ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 。一旦帰、お、なんか揺れてる気がする。これいるな。いざ！来たー！あー、ミツハニーこと、八原里乃こと、ミツハニー。まあまあまあ、一応捕まえとこうか。オッケー。ミツハニーを捕まえたぞ。登録されます、ミツハニー。蜂の子ポケモン虫飛行。3匹が一つにあったポケモン、ビークイーンのためにせっせと花の甘い蜜を運ぶ。オスだ。オスでもビークイーンになれるのかしら。え、どうなんだろう。まあ、とりあえず名前つけてあげますか。はい。ミツハニーの名前は、イマニミーロに、したいと思います。まあ、今はね、本当に必死に、こう、ビークイーンのために、もう、せっせとせっせと蜂蜜運んだりとか、もう、それこそ奴隷のように働いてますけども。今に見てろと。ああ、いずれはね、このミツハニーが、天下を取る時も来るだろうと、いうことで。それの気持ちを忘れるな、という意味でね、今に見ろ、という名前でいいんじゃないでしょうかね。だから、上にいるからって、あぐらをかいてちゃいけないよ、っていうね。ビークイーン側のね、その注意喚起も込めつつ、今に見ろで決定です。今に見ろはボックスに送りましょう。では、ここを抜けて、うわ、なんかありそうじゃない？あ、てか、なんか実際にある。いけ！ハイパーボール！ついでにありそうだよな、こういうところにはよ。
ないね。知ってる。ないっていうこと知ってる。わあ、霧だ。これが霧か。霧払いはどうやってやるんだ。霧払いデイ。野生のムクホークが霧払いを使って助けてくれた。野生のムクホークが誰だ。野生のムクホークはよ。霧が晴れたな。格闘タイプのなんかがいるぞ。口の尻でいけるかな。それ秘伝技霧払いが使えたら見通しが良くなるのに。もう霧払い鳥ポケモンとか羽などで霧を吹き払うだろ。あー、この人はじゃあ霧払いができてないのか。なぜか。どういうこと。あー、忍者だ。忍者だらけだなこの辺。君は今驚いた。その心の隙を狙って僕が勝っちゃうよ。こいつ徐々に出てきたエニグマみたいなこと言ってやがるな。安明すげえ、4匹も持ってんのか。ズバッだがズバッでした。全員尻で押しつぶしちゃるけの。おら、うわ強い。スコルピ、エラムシャーク、効かんな。もともとこの尻は毒を受けている。噛みつく3回か。ひるみも考えると、あーいいね。ただ殴った方がいいってことだな。オッケー。毒がやっぱ多めなんだな。忍者部隊は毒をいっぱい使うんだね。ってことはゴルバット、なかなかいいね。まあでも全部尻でいけるでしょう。ピタッと尻に噛みつきそうな感じだね。さすがに嫌な音一発打っとくか。驚かす。効果は今一つのようだ。尻から嫌な音。ぐん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 噛みついていけ。あ、こいつも嫌な音出してきた。あ、ぐぐぐぐ。おっ、あーいいね。お、ゆっくりなっちゃったね。ただゴルバット早いな。虫技な、効かないんじゃないかい。ビビたるものだったね。オッケー。強いな、口の尻。著作21位。なんだよ、隙がなさすぎるぞ。この口の尻に隙なし。もっとリアクションがないと隠れていた僕は恥ずかしい。なんかありそうだな。なんもないんかい。まあじゃあ普通に行くか。アブピー。ケイ。お、エリートトレーナーじゃないかこれ。いやちょっと、あ、え、違うか。普通のトレーナーかな。普通のトレーナーかも。いや、エリートなのか。あー、エリートトレーナーだった。エリートトレーナーたるもの、勝っても負けても慌てず騒がずです。いやー、エリートだったか。大丈夫かな。鈴鹿、足速そう。ポーニタ、炎ね。なら対策はいかようにもできる気がする。何匹？2匹か。まあ、なんとかなりそうだな。ヌルレで口の尻なんか棒刺さってる。これなんだろう。なんかの道具持ってるな。お尻に棒刺さってるわ。ヌルレで。行け、ヌルレ。いいぞ。
火炎車、はい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 、まあ効かんだろう。 OK、 いいね。じゃあアクアテール、アクアリングは毎ターン回復か。まあアクアテールでいいかな。足速い、はいはいはい。ヌルレのアクアテール、さすがにこのテールは痛そうだよね。バネが効いてる、ぬめりも効いてるしな。いいぞ。林亀、草、草以外になんかあんのかな。口の尻だよ。オッケー。ベノムショック、毒毒から入ってもいいな。毒毒ベノムショックといきますか。オーラ、あー毒が吸い込まれていったよ、地面にね。メガドレイン、そんな効かないでしょう。お尻から何か吸われたな。ドレインされたけど毒受けてる結局。きつかろう、ベノムショックだ。ほら、オーケー、エリートがなんぼのもんじゃい。へね、1箇所25。お、自己再生いいね、ナイスー。いやー負けたわー、めっちゃ叫んでる。ちょっと勘違いされるんでやめてください、不審者だと思われちゃうから。何よ何よ、あっちでちょうだい。キーエリートってこんななんだ、なんかがっかりです。心も磨かれるわけじゃないんですね、ポケモンのエリートって。進んでいきましょう。これはダブルバトルの予感、予感がするね。一か、ちょっとなんだこれでいけるかなー、いけると信じて。かっこいいなこの音楽。ほらトレーナーが来たわよ。ガク準備はいい、ガク、ガク MC がいる。先輩僕ら頑張り、見ててくださいね。ガク MC ともう一人は誰だろう。シノ、シノとガク、ライチュウとギャラドス。あれちょっと待って、めっちゃやばくないこれ、めっちゃやばめかな、ひょっとして。ライチュウとギャラドスか。いやー、これきついな。どうする？対抗策がただあるかって言われると別に特にないよね。毒悪。一課長は、とりあえず、サイコカッターでライチュウを倒す。で、なんだこれを、口の尻に変える。これでいきましょう。さすがに電気でやられちゃうからね、それはきつすぎるということで。最高かったー、いけ、全然効かん、マジか、いてー、あーやばいかも、やばいかもしれません。ちょっと、アクアザか。てかちょっと技の方向すぎない？電気でやられちゃうんだよな。でももう入れ替えるしかないしな。とにかく、どうにかして、落とすしかないんだけど、噛みつくでひるませる気持ちで落とすしかない、ライチュウを。噛みついていけ！ほら！ひるませろ！ああ、いや、でも光の壁は、これは、まあまあ、ありがたい行動なのでは？口の尻が噛みついて、ライチュウ落とす。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ああ、いや、でもまあ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 、それで済んだのならば、御の字。ここで、ギャラドスが何をしてくるかだけど、なんだこれ30。口の尻30、いいぞ。不意打ちいいね。先制技。悪技のね、先制技じゃないのか。
相手より先に攻撃できるけど攻撃技じゃないと失敗するのか。なるほどなるほど。いや嫌な音も結構いい感じなんだけどな。まあまあまあここは不意打ちにしときましょう。これでギャロドスがどっちを攻撃してくるかだけど、著作22、ヌルレ28、噛み砕く。おい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 、オッケー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 。これはとりあえず、なんだこれは、そのまんま噛みつく。噛みつくよりダブルアタックの方がいいのかな。だって昼間戦も考えると噛みついていきたいかな。で、口の尻麻痺しちゃってるので、ヌルレで、水をカットしていこう。いいぞ。なんだこれがね、足が速いね。ギャラドスの上、行ってる。おー、そして噛みつくが効いてる。これはいい。これはいいね。じゃれつく。攻撃を下げることがある。いいね。じゃれついていけ。噛み砕く。いてててて。じゃれつけじゃれつけ。オッケー。いやー強かったけど、強かったけれどもどうにかなりました。シノとガクに勝ったぞ。後輩の前で恥かいちゃったわね。シノさんより強いなんて。うわー 13,392円。すげー大金をお持ちですな。ごめんガク、私先輩失格だわ。どんなに強いトレーナーが現れたって、僕はシノさんに襲われた。ラブコメやってらー。なんだよ。恋のさや当てだよ、また。これ以上先、あー、エリートばっかだなー。ちょっと一旦帰るか。一旦戻りましょう。あっぽ、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 あ、それ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 。ん、おや？どうした？あ、卵か。きたー。なんかこの変なクリオネになりそうな感じの変な卵から何が変えるのかというと、マナフィー。クリオネっぽい感じすごいあるな。なんかでも目のなんかな、まつげなのか、なんかちょっと模様が怖い。宇宙感があるね、ちょっとね。マナフィー、マナティなのか。マナフィーにニック、あれ俺マナフィーのこと知ってる、ひょっとして。図鑑に載らないな。なんだろう、マナフィー。まあ、名前つけてあげるか思われたしな。はい。はい。マナフィーの名前は、マツグフィーにします。まあ、まつげが、なんか特徴的だったんで。進化しそうではあるけどね。多分、まつげ部分は残るだろうと、進化したとして。ただ、なんかやっぱ図鑑に載らなかったのがちょっと気になるけれども。まあ、マッグフィーでいいでしょう。なるべくツを発音するように。マッグフィー。行きましょう。今なんかいい目で見てたな、こっちのこと。マッグフィーは何なんだろう、こいつ。水なんだ。臆病な性格。素敵な場所で手に入れた卵。運命的な出会いをしてるらしい。潤いボディ。はぁ、ホタルビだって。ちょっとわかんないなぁ。育ててあげたらいいのかなぁ。ただ水いっぱいいるからな。まあ、マッキフィーはまた後々育てることにするか。エリートを倒して、ここから先だな。またエリートと戦う。はぁ、目がいいな。君。自信ありそうだね。お寺目拝見と行くか。お前もまた自信ありそうだな。エリートのお寺目拝見。なんでこの辺エリートが群がってるんだ。エリートの群生地帯。ガーメール。うわー、何こいつ。めっちゃいいポケモン。欲しい。虫。虫飛行でいいのか。なんかちょっと悪っぽさもあるけどな。あと、色的に炎か。炎持ってそうだね。いや、火が効くかどうかっていうのはちょっと微妙なとこだけど、辻のポニーで行きましょうか。
ガーメイルめっちゃかっこいいじゃん。最終進化なのかなこれが。糸を吐く、まあまあまあ、なんか虫技っぽい攻撃だね。スピード下がるんだっけ。その程度の粘着じゃあね、この辻の子に止まらんのよ。はい、グルマ。あ、早い。念力エスパー系か。なるほど、虫エスパーかな。あ、それ。あけ、あーと、耐えたわけじゃないのか。早い技はないんだね。まあ。じゃあまあ、火の粉で。念力。いいなー。それ。オッケー。いいよ、著作23。イワーク。岩だからヌルレかなんだこれでいけるな。レベル的にはヌルレ出しとこうか。行けヌルレ。岩アーク、岩アーク侮れないポケモンだよね。まあとはいえアクアテイルで。よし、スピード勝ってるな。オッケー、ワンパン。頑丈じゃないのいいぞ。ルクシオ、ルクシオわからんな。ルクシオちょっとグレードの高そうな国産高級車って感じがするけど、ルカリオの親戚かな。ルカリオ、ルクシオ、なんかそんな感じするね。ということは、格闘かな？一課長でいけるかしら。さあ、来い。あ！お前、ルクシオって言うんだ。ケオーメ。そっか。まあどうだろうな、ちょっと強そうだけど、サイコカッターでいけるかな。行ってみるか。あ、それ、あ、全然効かんの。やば、悪技。あっぽ、一課長まずいね。水じゃあね、電気。いやー、これ電気に弱い。電気って強いよな。なんかあんまり対抗策がない気がするんだが、血の尻でちょっと言っとくか。はい、尻だよ。尻に噛みついてきた。だが効きはせんよと。まあ毒毒ベノムショックでいいでしょう。あ、それ毒になっちゃったね。吠える、あ、おい、辻のポニーを出すな。お前、毒なってるぞ、でも。もう一回、尻出すからな。もう一回尻出すから。尻しまえって言われたな。出したいんだよ、今、俺は。尻を。あとことん尻しまえって言われる。おい。やめろ、やめろ。お前毒回ってんだぞ。それどころじゃないと思うぞ。もう俺もう一生尻出すからな。お前が何と言おうと、何度俺を注意しようと、法律では縛られない。俺はな、尻を出し続ける。助けてーこいつの尻しまいの力強い。ヌルで出てきちゃった。いや、お前毒出てるからな。いや、どんどんダメージ加速していくぞ。いいのか？尻の見せ合いが始まってる。エリートトレーナーとの対決。これがエリート同士の対決だよ。強すぎると泥仕合になるんだな。あ、とうとう許せなくて噛みついてきたか。
だがもうおしまいだよ。エリートさんの戦いってそんなもんなんですね。ちょっとがっかりしちゃったかな。オレ！オッケー。尻の見せ合いに勝ちました。口の尻31。いいぞ。辻のポリ28。一課長26。ヌルレ29。いいね。ジュンヤン。はは、僕の乾杯か。1836円。君には素晴らしい才能があるようだね。ちょっとなんか皮肉なのかな、皮肉に聞こえた今。あ、なんだこの一本橋みたいなの。あ、行けないぞ。自転車だと行けるとか、そんな怖いことある。あ、自転車だと行けるんだ、怖っ。しまった、俺回復してないのに。忍者っていろんな術が使えるんだぞ。いろんな術が使えるんですか？忍者ごっこの鉄平。もう忍者ごっこって言っちゃってんだよな。忍者、おー、なるほど。毒ケイル。毒虫だっけ？のっぽりなら一発だよな。のっぽり耐えられるかな。スピード分かってるはず。あ、光の壁、なるほど。特殊に強くなったらしいですよ。でもこの火炎車特殊じゃないんだな。おら、あ、ちょっと残してしまいましたが、毒の粉。まあまあ嫌だけどね、嫌だけど今はいい。その程度のダメージで済むのならな。辻のポニーに終焉はないということで、よろしくどうぞ。むむむ、通用しなかったか。どこかずっとずっと遠くには忍者のジムリーダーがいるんだ。へえ、弟子入りしたいな。ずっとずっと遠くっていう言い方をするとなんかこの作品ではないとかそういうことなのかね。著作と一緒に歩いてみよう。ああ、著作かわいいね。なんか変な師範代みたいなやつがいるな。あ、なるほど。こっちはアイテムゾーンだったんだな。来て大正解ってことだね。シャドーボール、いいもん見つけたわい。下かな。あー、格闘タイプっぽいな。そういうの分かっちゃうから。あー、一課長でいけるね。オッケー。かかってこいや。このムキムキ筋肉は伊達じゃねえ。ムキムキな筋肉を自慢しているらしい。筋肉自慢の勝也。勝也が合力パワー。ムキムキが出てきたな。ムキムキが。でも一課長の敵じゃないな。最高かったー。強っ、マジ。このゴーリキーの鍛え方半端じゃない、マジか。あ、直撃、直撃じゃねえや、物理だからなのかな。念力だったらあるいはいけるかも。ムン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 、なるほどね。ちゃんとこいつ物理に強そうだなとかやんなきゃダメなんだな。今更だけど。だが学んでしまいました。一課長27、著作24。お、なんだ、リサイクル、もう一度みたいな SDGs 的な。あー、持ち物をもう一回使えるようにするっていうのか。いやー、ちょっと俺こういうの難しいからな。まあ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 、この時代にちょっと反してるけど、リサイクルは覚えなくていいよ。著作は特にそういうなんかモラルとかなさそうだから。向き？本来はだから覚えさせた方がいいのか。著作には。モラルを。俺のトレーニングは大成なのか？そうだな。あ？あ、ここに階段あるのか。あー、鳥かご持っ
ってるのかな、ランプかな。あー忍者だ。俺たち忍者はお前がけないところから現れる。ずーっとドトンの術でそこで待ってたのかな。天吉、人来るかそこ。グレッグル格闘毒、これはエスパーぶっ刺さってしまいますぞ。あ、危険予知ってなんだろうな。なんか身震いしてるこいつ。俺のサイコカッターを読んでいるのか。サイコカッター、はい。あ、急所に危険予知しているけど急所に当たることは予知できなかったか。続きまして、ゴルバット毒飛行。毒ってさ、エスパーガンガンいけるよね。このまんまでいきましょう。一課長が星を上げていくぞ。星っていうのは犯人のことじゃなくて倒した敵の数さ。ほら、あーちょっと強い。吸い取る虫技かんねえ。じゃあ念力で、いやーさあ、オッケー、いいね。思いがけず負けた、負けたらしい。こうして隠れている時、モンスターボールの中のポケモンどんな気持ちか考えてるよそうだよな、辛いって思ってるかもしんないもんな。それが分かっているけど、お前はここにか、だから案外悪くないって思ってるってことなんだな、逆に考えると。これポケモンの魅力、私が教えてあげる。こんなに陽気な音楽だったっけ。寝癖かみたいな髪の女、ミソラ。お、なんか眠そうでちょっと可愛らしいね。ホウホウだ。ホウホウいるんだな。あ、遊びたいらしい。遊びたいらしいが、まあちょっと待ってもらって。なんか技がそんなにだな。サンドコ。鳴き声。グッ。ガン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 。ほら、オッケー、強い。もう巨星よ、巨星。星にしか見えない俺、サンドコが。29いいぞ。夜のずく。方法の進化先かな。何にせよ飛行ノーマルとかそういう感じじゃないか、おそらく。そう、打ち落としていこう。エコーボイス、何技なんだろう。ノーマルなのかな。今一つでした。落ちてこい。まあ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 、ゴッドバード、わー、ゴッドバードチェンジだ。なにー、ん、あ、もう一旦かかんの、ひょっとして。それはそこまで演出しといて撃ち落とされちゃうの、ちょっと悲しいね。恥ずかしいね。ヌルレ30育ちましたな。一課長28、辻のポニー29と。オッケー、これは驚いたわ。驚いているらしい。あなたたちの戦う姿、とっても魅力的だったわ。そうであろうが。こいつなんだろうな。でもこれどう、下どうやって行くんだ？どっかから泳いでいくのかな。水辺があるからそうなんだろう。なんか師範代っぽいよなー、なんかの。まあ、やってみればわかるか。こんな若造にやられるわしではないよ。若造と申したか。ベテラントレーナーの天馬。V ゼル、炎か。あ、違う、水か。あー。
水だとちょっとサンドコきついかな。天馬さんなんかちょっと中ボス感あるけどな、名前的にも強えんかな。あ、爆技全然効かん。フェアリーに悪効かないのか。アクアリングとかでちょっとなんか回復をしつつとかでもいいけど、鳴き声、うん、ヌルレのアクアリング癒される。じゃあじゃれついていこうね。おお、どうしたどうした、甘神かな、かわいいね。ほら、あー急所に当たった。じゃれつき方半端ない。甘神ってのはこうやるんだよって噛みちぎっちゃった。凶悪ポケモンヌルレ。キリン力、ノーマルだ、あ、エスパーが入ってたような気がするな確か。じゃあ終焉で。アクアリングは、これはあれなのかな、ヌルレだけヌルヌルしてる状態なのかな、アクアで。終焉はヌルヌルしないかな、さすがに。吸血。あ、早い、ダメ押し。ちょっと気持ち早くない？早まってるな。終焉を目の前にして。落ち着きたまえ。ここからだよ。終焉は今始まるんだよ。あ、ダメ押し。流行るな、流行るな。おい。OK。キリン力終焉29、著作25、ゴーリキ、格闘のみ。ゴーリキ、それがお前の最後のポケモンか。念力で。めん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 、あー届かない。わっ、ロー、うー、今一つでこのダメージやるねー。なかなかやっぱり侮れないな、ゴーリキ。ほら、でもお前もまた星になるんだよ。オッケー、若さのパワーに面食らうばかりだな。2281円ありがとう。若くてしっかりした君みたいなトレーナーを見るとなぜだか嬉しいね。嬉しがってら、お、身をゲットしていくか。よし、もうちょっとで、あ、カンナギタウンまでやってきたぞ。ああ、とりあえず回復しようかな。はい、ここはね、新葉の大地が生まれた時からある町だって。よくもまあこんなひなびたところに壁画ぐらいしか。おお、壁画があるんだ。おお、君のポケモン、君ととても仲良しだね。これをあげよう。スーパーブルー、なんか仲がいいからもらった。ポケモンとトレーナーがお互いを信頼し合うのが勝利への近道なんだな。そうらしいぞ。なんか書いてある。ここはカンナギタウン、昔を伝える町。あ、遺跡の前に宇宙人みたいな人がおる。あそこには何もないのに、それに腹を立てて爆弾を使うと言っておる。困ったものだ。わしが若ければポケモンと一緒にギタンギタンにしてやるのに。宇宙人みたいなやつってのは多分銀河団のことだな。お、少年どうした、家に入れないのか。お前知ってるかよ、この新葉地方ってポケモンが作り出したらしいぜ。そんなことがあるわけないだろう。お前も夢見がちだな。地動説っ
天動説みたいな感じで、ポケモンがこの地球を創造した説を信じてるんだな。こいつが信じてるんだから神じゃないってことか。なるほどね。異端なのか、あるいは聖堂なのかがわからないけど、気をつけろよ。何にせよな。あ、ピンプクだっけ。ブックブー。ブックブーしてるじゃん。時間を忘れ、修行するために、時計は必要ない。これは君にあげよう。なんか時計もらったわ。現在の時間がわかります。それは何？いいことなの？いいことなの？今の時間がわかるの。なんか現実に戻っちゃうの。現実の時間とは違うのかな？これ？違うな。どれが？あ、これか。これ現実の時間だな。1月2日の13時47分のこと言ってんだ。これをこう見ながらゲームできるってこと？必要？その機能。ああ、でもまあ時間でなんか変わったりもするらしいからね。現実とリンクしてて。そういう意味で、あ、引き子がある。落書き、ああ、銀河団いるじゃん。おっと、歴史の勉強会。そういうわけではないんですけど、あの壁画落書きみてえだったな。めっちゃ走ってる。もし天眼山に登れば、天眼山だ。天眼山に登れば、信用地方全部見えるかな。千代の中腹にそびえる天眼山行ってみれば、一番空に近い場所か。へえ、そんなに高えのか、天眼山は。でけえ家。ここが目的の家かしら。ん？じじい。どっから来たんだい？二葉タウン、じゃあ、新事故の近くか。あの、湖にいる、感情の神、エムリットが、君のことを見守ってるだろうな。何言ってんだ、こいつ。怖っ。私のお姉ちゃん、神話地方の神話を研究してるの。ポケモンと人は神話が作られた時代からどんな風に付き合ってきたのか、今と同じなのか、それとも違うのか、それがテーマなんだって。難しいテーマですね。古い書物が置いてある。そのポケモンが生まれて知識が広がり、私たちは豊かになった。そのポケモンが生まれて感情が芽生え、私たちは喜び悲しんだ。そのポケモンが生まれて私たちは何かを決意し、行動するようになった。なんかの歌詞みてえだな。ああ、なんかよくわかんないけど、すごい掛け軸がある。なんだろう、やっぱ、この世界を作り出したと言われているポケモンの話なんだろうか。一体どんなポケモンなのかしら。フレンドリーショップでの代わりに、この家で道具を買ったり売ったりできるわよ。ということは、フレンドリーショップがないということか。まだ出店されてないんだね。メガネをつけると世界が変わる。メガネを外すと世界が変わる。ということで君のポケモンの世界を変えてみませんか？お！黒いメガネ。昼は日差しが眩しい黒いメガネはどうでしょう？悪タイプの技の威力が強くなる。お前もまた悪なんだな。あー、悪人っぽい！じゃあ、買おうかな。ダークボール、クイックボール、タイマーボール。いまいち使わないよな、ああいう系のボール。あ、この先進んじゃう感じか。ああ。とりあえずこれ取っとこう。見て塗っといて。おお、敵に出会ってしまったよ。わあ、まさか野生のゴーリキーが。恐ろしい地方だ、この辺。やばい。殺されちまうよ、こんなんじゃ。サンドコが、蹴っぽられちゃう。恐ろしいぜ。じゃあ、壁画のとこ行こうかな。どうやって行けばいいんだ？下からか。ん？なんだこれ。百葉箱だ。なんでもないのか。えい！こんなしみたれた街なんもないなら、銀河爆弾で、銀河爆弾吹っ飛ばす！邪魔をするというなら、ポケモンショップで黙らせるぜ！邪魔をするのか？しないのか？どっちなんだい？しなーい！銀河団はみんなのためにこんな田舎まで来ているのだ。邪魔をしないでもらいたいのだ。仲間遅いな。
うちのポケモンはまあそこまで悪くはない戦いできると思う。よし、邪魔してやろう。おら、邪魔をする。宇宙に逆らうやつだな。宇宙規模なのか。下っ端さんよ。アゲハント、なるほど、創生しようとしているだけはあるな。だがそいつ飛行だろ。あ、俺と出会った日のことを思い出してる。転がり続けているでもいいけどな。転がり続けちゃうか。いや、まあまあまあ落ち着いて一応落とそう。お、三箱から何を吸おうというのかね。おれ、はい、お前ではジェネシスは無理だよ。3の子30、大きくなりましたね。ステルスロックきたー。まあ丸くなるかな。おかん、グレッグル、格闘毒、一課長で刺さっちゃうな。一課長がなるぞ。あしゃ、あやる。すぐ臨場してきたぞ。一課長が臨場して、グレッグル、また危険予知、誰かが垂れ込みしてるな。なんか殺が来るぞと。だけど最高かった。あ、それ、あー、また急所に、なんか急所に当たるな。急所に当てやすいんだっけ、むしろ一課長って。違うか、気のせいか。よーし、邪魔をされてしまった。しかも子供に。残念だったね。強い、仕方ない。こんなところ、何もないところ、どうでもいいから帰ってやるっせ。帰っていった。ババアが来た。ああ、助かったよ。それにしても強いトレーナーだ、この神田北郎の長老。お前が長老だったのか。お守りがありますよ。あ、ま、お孫さんなんだ、シルマさん。古代のお守り。これは昔々に神田木で作られてたお守りでな。神王地方を作ったとも言われる神様に捧げてたもので。今でも時々見つかんのじゃよ。せっかく神田木に来たんだ。この遺跡の中を見ていかんかえ。ダイヤモンドパールのあの表紙の人たちだ。空間とは全ての広がり、そして心も空間。ちょっと難しいですね。時間とは止まらないもの、過去と未来、そして今。難しいですね。この中は？ん？わ！ボールだ、ボール。あ、違うか。なんか三人の人が真ん中になんか卵的な何かがあるのかな。アイテムが落ちてるわけではないか。なんだろうねこれ。大昔の壁画を見つめた。ボールかと思ったんだけどな。よくわからない模様が壁一面に描かれている。三角形に並んだ三つの何か、そして中央に光るもの、何のことだろう。わあ、ババアだ。その壁画、そこには神がいた。それらは強大な力を持っていた。その力と対になるように3匹のポケモンがいた。そうすることで、カナエのごとく均衡を守っていた。カナエっていうのは、あの、剣っていう字のなんか死体がごちゃごちゃしてる。あのカナエね。帝壇の帝の字ね。中国の危機だよね。なんかね、そういうね、3本の足があるやつ。器ね。カンナギに伝わる神王地方の昔話さ。そうじゃ、いいものを見つけたんだよ。これを持っておいき、孫のもの使ってないからいい。ってことは、お下がりってことね。技マシン95。シロナさんのお下がり、はぁ、あ、はぁ、あ。波乗り！やったー！大きな波を操って自分以外の周囲を巻き込んで攻撃するぞ。あとなんか孫が言うてたな、なんだっけな。ポケッチから波の実を使えば、
海や川の上を進めるんじゃが、そのためにはうわーなるほど、ヨスガに行かなきゃいけないんだ。そうですか。ヨスガシティのジムリーダーを倒すのが次の目標ということだね。わかりました。うわー、あー、まあ、いたなこいつ、なんかどっかの洞窟であった。どうもどうも、くだらない争いがあったようだ。もっと世界を見渡して大きなレベルで物事を見るべきだ。そう、宇宙のような大きさで。私の名前は、あ、こいつが赤木か。背中が続けてるぜ。私の名前は赤木。くだらない争いをなくし、理想の世界を作るための力を探している。がここにはなさそうだ。君は天眼山であったね。何か伝説にまつわる力を見つけたら教えてほしい。やだよ、それが新しい世界を生み出すのに必要だからね。そんなことを赤木が言っていたな。赤だからこの声ってことなんだね。つまりね、分かってしまったな、繋がってしまったな。どすこいどすこい。あ、著作が、鎧の実を持ってた。著作が持ってた実、地図を開いてみるとだな。ん、目的地は白帯シティではないのか。下側のヨスガシティ、コンテスト会場のあそこまで戻るのか。あ、で、ジムリーダー。だからジムリーダーが今ならいるよ。っていうことなのかな?まあ、とりあえずヨスガシティまで行きましょう。ぽよーるる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 る。え、ヨスガのさ、ジムリーダーってどんなタイプっぽかったっけ?メリッサ。魅惑のソウルフルダンサー。フェアリーってことかな。多分フェアリーなんだろうな。はい、というわけで次の、ヨスガシティのジムですが、フェアリーがちょっとね、分かりづらいんだけど、一応効果的なのは毒と鋼だということは分かっているので、こんな感じでどうかな。ちょっと偏りすぎかな。まあまあいけるとは思うけどな。頑張っていきましょう。いざ勝負だー。おい、ホース未来のチャンピオン。ここのジムリーダーはゴーストタイプの使い手。ゴーストタイプのポケモンは、あ、ゴーストタイプだった。あぶねえ。ノーマルタイプの技効かない。自分で確かめてくれ。ゴーストタイプだって。あぶな。もう一度考え直しましょう。なんだよ。改めまして、ゴーストタイプだということで、ノーマルにはダメージを与えられないのではないかと踏んでいるので、ゴースト技の効かないノーマルヘビンビヘ、悪技を持ってるヒルオキ、悪技を持ってる口の尻、ゴースト毒、まあゴーストタイプ同士だからね、まあまあ仲いい戦いできんじゃないのってことで、クソリップ、ウゴーのシュー、ノーマル入ってる、そして生物、これはかなりこれでいけるんじゃないかと踏んでいるんだけど、どうだろうね。どう出るか分かりません。さあ、今一度。ところで、寝癖かはもう名前刻まれてるの?悔しいんだけど。あー、寝癖か、もう越してる。早いな、あいつ。なんか、湖行ってるぜってのはどうなったんだよ。なんだ?問題。3たす5たす7はいくつ?むず。2だな。2! あ!ラッタ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 ッ。なんだ、ポケッチ持ってないのか、それともわざと間違えたのか。ポケッチで計算しろってことなのか。なるほど。短パン小僧のテルヤ。ゴース。この辺でちょっといろいろ確認しときたいね、相性を。まずはヘビンビヘ。悪技のダメ押し。あ、エスパー技が効果抜群じゃん。これなんかこれ。なるほどね。あ、いや、違う。毒が入ってるからだ。毒が入ってるっていう可能性を考慮して戦わなきゃいけないのか。そうすると、なるほどね。まあまあまあ、とりあえず、酒光線で。うん。いいね。
これはでも結構いい情報もらえるな。ゴースト、ちょっとポケモン入れ替えて、ウゴーの衆ちょっと出してみるか。バレバレバリー、はいはいはい。シャドーボール、シャドーパンチだと毒技をやってくるっていう感じかな。うん、効果なしだね。なるほどね。まあ、翼で、うっと。熱い。うん、戦える戦える。黒い眼差し。うわー、見られた。もう逃げられない。逃げられないのはお前だぞ。さい。オッケー。いいね。ぐわーやられちまったぜ。ちょっとデータ取らせてもらうか、こいつらで。とりあえず戻りなよ。ここは行き止まりだからさ。本当か？何かアイテムがあるんじゃないのか。何もないな。間違えちまったぜ。んー、これ16だ。ガーンだな。えへへ、クイズに間違えたのは、あたちと勝負したいからよね。そうです、あなたに会いに来たんです。あなたに会いに来るために間違えたんですよ、ナミエさん。アムロナミエちゃんのムーマ。あー、これくそー、こいつ知らないんだよな。ゴーストだけなのかな、全然わからんが。あ、毒は入ってなさそうだな。ダメ押し。ほら、まあ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 、怪しい光、混乱しちゃうんだっけ。パッポロパッポロパロコロコロ。入れ替えておこうか。じゃあストリップ、頑張れクソリップ。ナメちゃんにリップ送ろうね、悪だくみ。おぉ。特攻がぐーんと上がったらしい。あ、ゴースト、あれ、ムーマってゴーストだよな。ゴーストが効果抜群。ゴースト同士は効果抜群なのか。そんなことがある？シャドーパンチ。クソリップのシャドーパンチ。いいぞ。そうなのかも。ムーマってでもゴーストなのかわかんないやつなんだよな。ちょっとまだ保留で。手加減とか知らないの？手加減など知らんな。せっかくだからジムトレーナー全員と戦うのもありかもね。まあ、レベルは上がるしな。正解は15だったか。難しいぜ。正解です。まあまあまあ、正解だろうな、それは。わー、すごい。すごい仕掛けだ。12たす28はいくつ？30! ゲー。間違えちゃったよ。いろんなところに行ったからね。いろんなことを知ってるよ。どういう理屈？ 3 匹。新一。新一？まさかのここで高校生探偵に出会えるとはな。パラパラパラ。とりあえず再起光線でまずはぶち抜いといって、ストリップ30、いいぞ。あ、ナイトヘッド、いいねえ。自分のレベルと同じだけ。わあ、良くなかったわ。これでさ、効果抜群だったらなんか2倍のダメージとかになるのかな、レベルの2倍とか。あー、でも今はそうじゃないなって感じだな。お、ちょっともう一回、じゃあゴースだからこれで確認できる。
ストリップ対決とシャレ込もうか。シャレ込むなって感じだけどな。あーやっぱ抜群なんだ。ゴースト同士が潰し合えるのか。ほら、なるほどね。いいこと聞いた。ゴーストはゴーストに抜群。なんか不思議なもんだね。ってことは、どういう風に捉えればいいかな。ちょっとでもクソリプを送るの危険ってことだよね。つまりね、ゴーストタイプが他にもいればな。ゴーストなんとかっていうなんか存在がいて、それがゴースト逆に効かないみたいな、ノーマルゴーストなんていねえのかな。ウゴの種30と。なるほど、その戦い方もあるんだ。そうだよ、戦いっつうのはね、精神的なダメージを負わせることも必要だからね。高校生探偵としてクソリプも覚えなきゃね。僕の知らないポケモンを探し、いろんなとこに行ってみたいよ。ランにも連絡してやれよ。どこが正解だ。ガジェ、パパー。だからクソリプは最後の手段って思ってた方がいいな。あ、なんかこいつもいろんなとこに知ってる。ランじゃない、ひょっとして。お前の名前はラン。アサミー。誰？不安定。あ、不安定、ゴースト、飛行か。多分そうだな。金曜日にしか出ないのが不安定？あ、いや、聞かないぞ。あ、そうか、毒が入ってないのか。そうか、そうか、そうか。ダメ押しだ。不安定、ガス、なんか、知ってるなぁ。あ、誘爆。誘爆民だった。誘爆の民。めんどくせえな。ムーマ。ムーマよくわかんねえんだよなぁ。まあ、昼起き。ゴースト技が効く。ああ、これ、ああ、まあまあまあ、ひるませることがあるか。ダメ押しで。ほら、いいね。強い強い。ひろき29。ヘビンビヘ30。生物29。いいぞ。その強さ、初めての感じ。いろんな人がいるからポケモンって楽しいな。そうだな、正解はこっちだったらしい。正解です。ガッチャン、まだあるかい。3×13 はいくつ？うわ、むず。93。ぐぐ。メガネの博士くん、営業してるのはポケモンや歴史のこと。とにかくいろんなことさ。博士っぽい。塾帰りか。塾帰りのガクト。あれ、ガクくん大丈夫なんですか？こんなことやってる場合なんですかね。ガク、ガクくんがゴースト。ガクくんゴーストね。ガックンにはサイケ光線かな。何かに導かれ。はい、レベル30か。ちょっとひょっとしてこのジムレベル高いのか。あ、ガックン1匹だけだった。あれれ、勉強が足りなかった。うん、君が勝ったのはポケモンの相性だったり、素敵な作戦だったり、とにかくいろんな理由さ。なんか素敵な人だったな、ガックン。3×13、サージ戦。トゥ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 ン。
多分私の方がポケモンのことを勉強してるよ。全体的に年齢層が低いね、ここのジム。ユミカが、ああ、誘惑民、誘惑の民、不安定。昼起きとかでちょっとレベルも上げ、兼ねようか。風起こし。飛行技も使ってくるんだね。えい。よし。ああ、急所。ああ、痛い。不安定めっちゃ出るじゃん、そのままで。こんなんで誘爆で削られてたらちょっとシャレならんな。おい、うん、レベル上がらなかったね。まあ悔しいったら悔しいな。負けた理由を考えるな。そうすれば次は勝てるな。なるほどね。ではまん、え、どこが正解だっけ。左か。正解です。これ持たすとこう、昼起きに、昼起きにはやっぱりね、サングラス必須だよね。太陽の光全然浴びてないからね。いざ、ウィーン。お、まだある。最初の部屋の答えは2、16、15。うわー、覚えてねえ。2じゃないかな。うわ、エリートトレーナーだ。素直に正解してジムリーダーと。おい、言うな言うな、そういうこと。ここで負けちゃうぜ。だと、うわ、3匹でも出してくるのはゴース。よう言えたな、お前。そのゴース何か特別なのか、ひょっとして。サイキ光線アビーム。ゴースとヘビンビヘちょっと似てんな、後ろのヘビの部分。よし、口の尻32いいぞ。ゴースト、昼起きも30代にしようかな。ダメ、よし、これ、オッケー。わあ、急所、いいね。ゲンガー、あ、ゲンガー、ゴースのさらに先だ。お前、さては通信交換したな、誰かと。羨ましい。わあ、出たー。ここででもゲンガー出てくんだね。まあダメ押しで。あ、早っ。毒毒か。厄介な技だけれども。よいしょ。OK。その丸いお腹を押し出してやったぞ。いいね、ヒロキ30。ヘビンビヘ31。めっちゃレベル上がるな。クソリプ31。ウゴの下地地、止まらん止まらん。生物30。オッケー。レイト君。大きなことを言って自分を追い込んだ。あ、ビッグマウスだったんだ。なるほどね。ボクサー体質なのかな。君のこと、君のポケモンのこと、覚えておくよ。なんでまた出会うみたいな。お前また出会うのか、本当に。回復しとこう。16だったかな？確か16だったかな？ああ、相手してくださるのね。こちらも全力で相手する。全力を出すらしい。優香、優香ちゃんがムーマ。
よくわからないムーマくん。こんなに出てくるんだな。ムーマって人気だね。ダメ押し。えい。なるほどね。怪しい光混乱か。あ、パラッポロブル。いけるかな。乗り越えろ。ヘビンビヘ。お前自身、お前のその尻尾は混乱してないだろ。ああ、していた。鳴き声。まあまあまあ。混乱の向こう側、乗り越えろ。ああ。トリックルームってなんだっけ。なんかが入れ替わるんだよな。なんかが入れ替わったな。素早さかな。あ、これは解けた。いいぞ。はい。素早さってわけじゃなかったな。フワライド、ゴースト飛行かな。不安定の進化先だよね。昼起きに交換しといて。はいはい。誘爆があるけどダメ押しで力を吸い取る。何技だっけそれ。あー、力吸い取られた。そう、えい。俺このフワライドをダメ押しで押すのめっちゃ怖いけどな。絶対爆発するだろう。勇気がある。力を吸い取るな。お前はやめろ。嫌な戦い方するなあ。回復、うわ、めっちゃ回復もするじゃん。ほら吸い取られてる。やばい、ダメ押しがなくなっちゃう。あ、空を飛ぶ。嘘、ずる、ずっちいな。ダメ押しが、あ、ずっちいな。飛行技でも、えいって、なんでそんなダメージ食らうの。普通に、普通に強い。ウゴーの衆、ウゴーの衆のスピードで行くしかない。あれこれ威嚇で下げてと。あ、力を吸い取られてるからなのか。厄介なポケモンだね。回避率、あ、なんかウゴーの衆が俺の匂いにメロメロだって。でもこれ必ず命中するツバメ返しがあるからな、こっちにはな。俺のいい匂いも出ているしな、脇から。オッケー。誘爆しなかったの。強かった。ひろき31。あ、挑発か。挑発、ダメージを与える技しか出せなくなる。あ、黒い霧も結構いいな。相手が変なことしてたら黒い霧もいいよね。いやー、これちょっと黒い霧のまんまにしとこうかな。 OK、 強かった。力を振り絞ったのに、すごい挑戦者ね。どんな戦い方でも学べることがあるから。確かに。そして俺は一度帰りたい。帰らせてもらえる？もらえる。帰ろう。何かに導かれ。では右側を開けまして、あ、待ってる。怪しすぎる。よし、じゃあレポートして望むとするか。いざ勝負ですね。回った。おほほ、マジでか。お待ちしていました。私この国に来ていっぱい勉強しました。この町コンテストします。だから私こんな格好。ポケモンのことも勉強した。そしたらジムリーダーに強っ。だからあなたチャレンジしなさい。私勝ってみせます。それがジムリーダー。きたー。
メリッサすごい、頭の大きさぐらいの髪の毛のボリューム。ジムリーダーのメリッサが勝負を仕掛けてきた。フワライド、なるほど、ゴースト飛行から入ってくるんだね。相手にとって不足はなし。まあ、とりあえずは様子見だし。あー、レベル高っ。な、しかも戻ってら、ダメ押しで。鬼火、やけどを負わせよう、中コンタ。いた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 。あー、熱い。えい。やっ、勝った。何その硬さ。ちょっと待って。マジ？単純に硬い。物理に、物理防御高いのかな？いやでもここで変わるのはちょっとな、もうちょい削っときたいな。あー！空飛んだなー。いやどうする？ここはおとなしく引いとくか。ただ空を飛ぶ飛行技でしょ。飛行が効かない岩。いやそんなんいないな。一旦生物で受けるかな、その空を飛ぶ。一旦生物で受けようか。生物のこの頑丈な体力をもってすればあいつの空を飛ぶも大して効かないのではないか。来いよ、受け止めてやる。あ、めっちゃこ痛い、めちゃんこ痛い。甘えよう。あくっそー、回復しやがった。だけど甘えて力を下げる、ガクッと下げる。天使のキスで混乱させ、あーくそ、こいつマジ、いや強いな。なんかこれはお前が飛んでるならいいでしょう。ゆっくりと体力を回復しとこうね。力を下げてるからそこまで痛くないんじゃないか。うんうん、下がってる、確実に下がってる。いいぞ、甘えてこう。あー、もうやだんそれ。ギー強い。うん、でもまあまあまあいいよいいよ、悪くない。これ火傷直し使おう。生物はなんかちょっとこのまま火傷状態は辛いから、しっかりと回復して空を飛ぶか。はい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 、その間に回復させてもらうよ。この戦法結構悪くないな。あー、モーモーミルク飲んじゃおう。ごくごく、おいしいな、モーモーミルク、おいしいな。もうお前軽いな。どうした、カルカルですよ。天使のキス。あいつも汚ねえよ。汚ねえよ。じゃあ、いいよ。ヘビンビヘ、やけど直しで回復しておくからね。お前がそのつもりならな。攻撃のチャンスは、ここぐらいしかないのかな。いや、こいつも一生空飛ぶわ。ダメだ。わかった。わかったわかった。ここは受けなきゃいけないから、ここは受けておいて、次のターン、交換しよう。それでも痛いんだよ、一応ね、言っとくけど。どうすっかな。毒
与えとくのありじゃない？口の尻でこんなに飛んでるならありだね。あ、こいつようやるわ。これで力が上がってる状態かな、相手の。いや、相手は力を得てるわけじゃないのか、ちょっとわからんが。毒毒鬼ビー、マジで厄介だな。よいしょ、オッケー。痛いだろうこの毒。で、やけども痛いね。次空を飛びそうだけど、不意打ちだったら先制ができる。これはいいね。おら、いいぞ。急所に渡ってる、いいね。たたり目なんだっけそれ。あーん、なんか痛い。今一つでこのダメージ痛い。やけども痛い。いやー、尻がやけど、尻でやけど痛いな。え、不意打ちで倒せるかな。急所であのダメージだったから、普通の不意打ちではちょっと倒せないかも。落ち着いて回復しとくべきか。ここはね、落ち着いて回復しよう。ペロッ、お尻に軟膏塗っといて。あー、たたり目をずーっとやってくるか。なるほど。キーン、これやけどが入るからちょっときついけどな。でもこれなら不意打ちで倒せるはず。いけ、お尻の不意打ち。よし、いや一匹目。あー、誘爆いってー、しかもやけどもいってー、お尻が爆発しちゃう。いやー、これ一匹目でこんなに苦戦する。めちゃくちゃ強えな。いや、いて、で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 。ゲンガー、ゴースト、毒。ゴースト、毒。これクソリップでさ、クソ味噌にしてやろうかな。クソリップ対決でも、まあ、でもまあ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 。ゴースト、毒でしょ。いやー、口の尻で行きたかったなー、できればなー。ヒルオキか、ウゴーの死でゴースト技。どちらかというとゴースト技でやってくるイメージが強いよね。シャドウパンチ、たたり目呪い。悪技ももちろんあるけど。悪技がある可能性があるって考えると、エスパーは出さない方がいいから、ウゴーの死でいきましょう。ゴースト技はカットして。ゲンガーでかーい。34レベル高い。威嚇いいよ。相手のポケモンの匂いに興味津々みたい。いい匂いが出ているらしいな。あー、影分身とかしたいけどね。まあまあ、とりあえず翼で打って様子を見よう。あ、早い。毒技。あっ、そんなに強い？マジか。ダメージが半端なかった。いや、これ、口の尻じゃないと受けられないかもしんないけど、口の尻が今、受ける状況にない。生物出して、口の尻を回復してって感じかな。とりあえず、威嚇で下がってる。ヘドロ爆弾って特殊だっけな。そうだったかも。とりあえず生物一回回復しときたいな。牛乳飲もう。めえ、うめえな。あー、混乱か。まあ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 、いや、こっちも混乱で返したいけどちょっときついか。とりあえずこの間に口の尻を回復しといて、ヘドロ爆弾、どんぐらい食らう？あ、大して食らわんな、生物なら。
天使のキス出せるか。いやーでも、いやでも痛いな。あ、急所やだな。混乱してる。頑張れ生物、頑張れ。よし、あーい、おい、まだ耐えられるよね。いや引いとくべきか。甘えておきたいな、甘えておきたい。混乱さえしてなければ。いけ生物、乗り越えろ。よし、これが効くはず。ここで口の尻に交換です。やけどがちょっとやだけど、尻が出たぞ。ヘドロ爆弾そんな効かないよね。すんげえ効くじゃん。ちょっと待って、嘘でしょ。ヘドロ爆弾めちゃくちゃ痛いんだけど。別に毒だから毒が効かねえってわけじゃねえのか。いやーこれちょっとあれだな。いや口の尻には悪いけど、ここまず一発不意打ちかましとかないとダメだ。あ、何それ、なんか食べたぞ。何ナモノミが読まんめたんだって。マジカル、うわ、フェアリー技もお持ちなんですね。強い。マジで強い。ヒルオキ、いやーでもヒルオキでもちょっと耐えられんぞ多分。ダメ押しかな。マジカルシェイン、いえー。隙がなさすぎる。いやーマジで強い、やばい。わあ、ヘビンビヘか、ヘビンビヘなのか。サイケ光線がいける。早いよー、混乱しないでー、ヘビンビヘー、頑張れー、ぐわー、頑張れヘビンビヘ。よし、貫け。いい、まだまだいける、いける、いけるぞヘビンビヘ。ヘドロ爆弾やめて。くっそいて。いやそれ強くない、マジで。何それ、やばい。とりあえずクソリプを送って、クソリプを送り続けるしかない、こいつには。先に攻撃できないか、先制技ないか。シャドウパンチ、シャドウパンチ。あーなるほど、ゴースト技逆に持ってないのかこいつ。怪しい光なんだ、あとマジカルシャイン、あとなんかだな。クソリップいけ、いいぞクソリップパンチ。オッケー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 、まだいける、まだいける。いやー厳しい。生物31、最後はムーマージ。絶対ムーマの上。あら最後の一匹だわ、ムーマの上。わー何こいつ強そう。相手より後に攻撃できると技の威力は2倍になる。いやでもゴースト技使われたらもうワンパンなんだよな。ただこっちもワンパンするしかないから、これしっぺ返しで、なんかを耐えて、しっぺ返し。多分こっちの方が遅いと思うんだよな、レベル的にも。しっぺ返しで。ゴーストダイブ。あ？消えた。だと？あ、いないよ。この次になんかやってくるのか。ゴースト技だよね、これね。じゃあ、生物で受ける。頑張れ、効かないだろ。よし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 、
ここは生物を落ち着いて回復しよう。すごい傷薬をもう使っちゃおう、生物に。ほーら生物、すごい傷薬だよ。マジカルシャインフェアリー技。あっ、ひょっとして生物には効かないのでは。ノーマル技は効かないでしょう。じゃあまずは天使のキスから。あー、こんなん嫌だな。今んとこでもね、生物混乱を乗り越えてるんだよな。ここでも乗り越えろ、いけ、よし、キス、オッケー。でかいでかいでかい、かなりでかい。チャームボイス、甘え、チャームボイスかな。ダメージを与えないことにはな。よし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 、混乱してる。いいぞ生物、頑張れ生物。いいよー、乗り越えてる。なーい、全然効かん。これはきつい。これはきつい。ここクソリップかな。このまんまで混乱が解けちゃってなんかされる方がきついよね。いやだったら生物で甘えて、まあまあまあ、でも何にせよだ、何にせよ、いずれにせよクソリップ頑張る時間が来るんだったら今かもしれない。ゴーストダイブするなら、あ、よし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 、大して効かない、その技大して効かないぞ。しっぺ返し。自傷の場合って攻撃にならないのか、どうなんだろう。いけ、よし、いける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 ぞ、頑張りましょう。なんかお薬使われるかな、わかんないけど、シャドーパンチ。あー、まあ卑怯とは言えない、俺もめっちゃ回復してるし。頑張れクソリプ、ほら、あー、シャドーパンチの方がいいじゃん。いける、もう一発クソリプ送れ。あ、ギュッ、大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。そんなね、一時的に身を隠したぐらいでクソリプが避けられるとでも思ったのか。まずは生物に落ち着いて、生物に交換。頑張れ生物。よし、これさ、もう一回天使のキスやっとくべきだよね、多分。念には念を。あー、相手もまた怯えているな。生物に怯えてる。頑張れ、いや乗り越えるね、そして当てるね。生物、お前やれるのか。チャームボイスじゃ全然削れないからな。ここでまた、うわぁ、リップする前に回復しとこう。リップする前に、クソリップ回復して、マジカル社員か。まだ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 耐えられる。もう一回多分マジカル社員打ってくるから、ストリップに交換。混乱してる、あ、混乱解けんの早いね。これじゃあ次ゴーストダイブか。いやー、これは厄介。ってことはこの感じでいくともう生物で倒すしかないな、どうにかして。やるっきゃないか。
マジカルシャインって多分特殊技だよね。だから甘えるやってもしょうがない。チャームボイスで頑張るしかないか。あとは傷薬でな。多分勝てる、そのやり方なら。全然削れん。いや、回復がなくなっちまうよ。一応混乱させておいた方がいいかな。怪しい光打ってくるよね、多分ね。あ、打ってこない。なくなったか。天使のキス。マジカルシャイン連打になってきたね。ひょっとして。あー、当たんないか。痛い。よし、オッケー。きついねー、きつい戦いだねー。自分にパンチしろ、自分パンチ。よし、そのダメージがいいんです。チャンボイス。あー、いや、案外早く解けるな。よし、乗り越える。生物は混乱しない。チャンボイスで押してくしかない。痛い。頑張れ、生物頑張れ。いいぞ、いけー。くぅー、足りない、あと1回だ。頑張れ生物。はぁ、え、吸収やだ。頑張れ生物。いやーやったぞー。強い、みんな死んじゃったが、生物よくやったー、お前のおかげだよ。あー、手助けを覚えたい。だって、何手助けって誰、ん、手助けされたポケモンの技の仲間、ダブルバトル用だ。生物は手助けをしない。ああ、辛かった。あなた最高に強いです。私負けたの分かります。いや、強いよ、本当に。絶望を味わった。私びっくりです。あなたもあなたのポケモンもとっても強い。その強さを叩いこのジムバッジを渡します。やったー。レリックバッジ。なんでしょうか。そのバッジを持ってると、あ、波乗り使える。そして技マシン。あ、シールもらった。65。なんだろうな。マジカルシャイン。シャドウクロー。急所に当たりやすいびっくりな技なの。ありがとう。いやはや、めちゃくちゃ強かったな。でもまあ、無事に、無事ではない。無事ではないが、勝つことができてよかったでございますね。本当に強かった。ちょっと諦めたな。生物がいなかったらちょっと諦めてたな。いや、ほんと生物の耐久性のおかげでどうにか勝つことができたね。ゲンガーがクソ強だったな。えい、ホーテッドをジムリーダーに勝ったのか。なんというか、お前はどこでも強くなる、そんな気がするぜ。まっとも、みんなに同じことを言ってる俺だけどな。これに勝った寝癖か、マジですごいか。あ、クロエさん、白エ、白田さんだった。あえてよかった、探してたんだ、君。あ、そうなんですか、ドキ。おばあちゃんからカンナギでのことを聞いたの。遺跡のことありがとうね。いいえ。それにしても銀河団って、宇宙を作り出すとか、おかしな格好。おかしなことを言ってるだけ。そう思ってたけど、意外と困った人たちね。独り占めとかそういうのだ、お、怒ってるんですね、白野さん。白野さんなのに黒い格好なんだな。
それをおかげでなんか白い肌を引き立てようとかそういう感じ。ところで一席面白かった？面白さは特に感じなかったけどな。よかったらなんだけど、三好シティに図書館があって大昔の本が読めるのね。君がポケモン図鑑を完成させるのに役立つかも。ぜひ行ってごらんよ。それじゃあバイバイ。次の目的地は三好シティというところらしい。といったところで今回はここで終わりにしましょう。ではまた次の動画でバイバイ。